万々歳みゆです。西です。はい、ということでですね、私たちってみんな知らないと思うんで、ここで初めて言いたいと思います。はい。あ、オッケーオッケー。いつものことね。私たちお金がありません。はい、ということでですね、初めて言って恥ずかしかったですね。恥ずかしいです。いや、YouTube って夢のある職業だと思うじゃないですか。私たちってしっかりね、休みも作ったりしてるので、その時に日頃溜まってるストレスとかがバーンって言って気づいたらお金なくなってるんですよ。はい、ということで、一番経済力のある末っ子ルナなんですけども、まあルナって最近なんか自炊してるらしくて、この間ルナん家に行った時かな、料理本置いてあったんですよ。ね、まあ私たちはしてるだろうなと思ってこちらの企画持ってまいりました。はい、妹の家になんか作ってと突撃したらおもてなししてくれるのか。はい、ということでね、まあ、私たち夜食べないで来たんで、もうすっごいお腹空いてるんですよ。でルナ撮影終わって先に帰ってたんで、今頃ご飯でも作ってるんじゃないかなと思って、とりあえず突撃します。そうですね。ということで早速やっていきましょう。ということで、ルナのいつものね、やりになってきました。本当に緊張するんですよ、毎回。出るか。そっから出るの？時間ないんか、お前。お疲れ。お疲れ様です。お疲れ。なんか作って。どういうこと？なんか作ってて。今から？お腹空いて、うちらお金ないからさ。ちょっと待って。入っていいよ。ありがとう。お邪魔します。ありがとうございます。くせえ家やな。ね、いつも臭いってやめて、みーちゃん言って。ねえ、出たルナの。はい、ということで。ということでじゃなくて、なんで来たんですか。お金ないんだって。お金ないんですよ、私たち。いや、その前に、今日30万食べたじゃん。もうお腹いっぱいでしょ。俺らのことなんだと思ってるの。彼氏面するのやめな。ということでですね、今回、妹に何か作ってと突撃したらおもてなししてくれるのか。いやってないって食材。レッツクッキング。はい、ということで、作っていきたいんですけど、まず私ん家にその材料がなくて、あった野菜がね、ちょうどごぼうと人参だったので、初めて作ります。こちらごぼう。おお、素晴らしい。どいて。何しに来たんあんた。本当に。はい、ということで作っていきたいと思います。おお、人参は一本使うんですか。知らん、作ったことないから。まあこんな感じでいっぱい作って細く切ったらいいよね。そうだね。はい。いや、お前マジ坊ちゃんに見えるわ。本当めっちゃ、あ、ほら。悪いことしただけの坊ちゃんだ。こんなんなの。ほら。マジそこ何もすることなくて暇なんだよね。だって今日さ、ルナがやる企画だからさ。いや、ルナがやる企画。そういうことしかできないんだよ。いや、本当に。ケンプやらけないわ。いや、あれお店では作れるよ。本当？ってことで、一回切ってたこれ。はい。なんだ。まあ俺の足みたいになってる。ちょっと待って。ささがきしてるか。ささがきとは怖っ。鉛筆削る感じよ。ねえ、みーちゃん暇でしょ。これやってて。分かった。俺は手疲れたから定点カメラにしました。てか最初からこれすればよくなかった。じゃあお味噌汁を作る。じゃあ義手踊ってて。はい、ということでありがとう。ありがとう。いいえ、いいえ。ありがとうは？いや、ありがとうは？踊ってたね。いいね、それでありがとうって言われる世界線。世界線。こんなにゴロゴロと集まった野菜たちだったのに、今では風味高く家庭の味に包まれた豚汁に出来上がりました。そして硬くてお堅く止まっていた人参とごぼうも細かく調理されたきんぴらごぼうとなりました。これが万々歳です。頑張った頑張った。あー、そこまで入れなかった、入れなかった。食べますか。はい、ありがとう。こちらこそいただきます。うまっ。うん、うまい。うん、食べたら変えるんでしょ。うん、美味しいね。きんぴら食べていい？うん、もう野菜硬いの大好きすぎてベリベリグッド。うん、うまっ。うん、なんかさ、ルナさ、ご飯作ってくれたからさ、なんかお礼させてよ。何してくんの、逆に。何でもいいよ。片付け。これ食べて、全部片付けて帰って。じゃあ俺は？うんうん。父ちゃんと遊びな。マジかよ。おい、待ってくれよ。こいつの顔見てよ。喜んでるじゃん。今日は私が片付け、ピシがこうちゃんと笑うなよ。腹立つな。お互いきっちいな。はい、ということで、なぜか私は定点で一人で洗い物をしていきたいと思います。なんでですかね。ねえ、誰米粒めっちゃ残してんの。ねえ、本当に彼女できないよ。米粒一つには8匹の神様がいる。12だよ。謝りや。ねえ、遊ぶって言ったじゃん。だってさ、今癒されてる。自分の都合でさ、犬を遊ばせることはできない。父ちゃん、ボルトにいるね。いけ。ああ、これを流せば私の仕事は終了。父ちゃん、伏せ。伏せ。ナイス。ナイス。終わりました。ありがとう。ありがとう。美味しかったね。美味しかった。今結構遅い時間だからさ、正直帰るのだるい人いる。せーのでよかったということで、まあ止まるよね、それはもちろんね。ルナに泊まらせていただこうと思います。うん、今日ルナんち泊まっていい？無理。泊まっていい？みーちゃんも泊まるでしょ。じゃあみーも泊まる。泊まるの知ってるよ。いいよ。黒い子。それかお風呂じゃんけんにしよう。一番風呂がいい。じゃあ一番毛が硬そうな義肢、一番最後で。いや、絶対いるのだと思う、それ。どこの毛？脇。あれ脇の毛の話してた。ね、脇。これ今ないもん。脇ないもん。脇。じゃあミュートルナ入ってきます。はい。ということで、ルナがね、パジャマを用意してくれたんです。石くんのね、服が分かんなくて、とにかく暑そうだからね、涼しそうな服を用意したんですけど。おいで。あ、でも、うわ、脇がはみ出てる。かわいそうに。ということで、寝る？眠いよね。ベッドがいい人手を挙げて。はい、ということで、ルナとみーちゃん決定。しゃー。じゃあ、寝ていきたいと思います。はい。ほな、布団引きますか。はい。あ、待って待って。ちょっと待って。いやいや。落ちる。今だよ、一緒に寝るの。5、4、3、2、1。あら。じゃあ3人で寝ようよ。いいんじゃない？いいじゃん。みーもこんな。お前合法的に足触んな、ルナの。ぶたい。マジでカメラ止めようや。ちょっと寝てよ、寝て。みーやりたいこと。おやすみ。おやすみ。男女の友情って成立すると思うんですよね。万々歳ってやっぱりいろいろありましたけど、3人だから万々歳なのかなって改めて思いました。今年の夏、100万人を目指して突っ走っていきます。チャンネル登録、いいね、コメントお待ちしております。それでは、いい夢を。グッナイト。信号を渡って青いドアを開ければ懐かしい顔